ビッグボス新庄監督、有能なのがバレてしまう。観客動員数も急回復。日本ハム新庄剛志監督51の支持率がこのところ球団内外で急上昇しているという。昨季の新庄監督といえばビッグボスと称し、自らパフォーマンスを前面に出しながらチームを鼓舞。優勝を目指さないと公言して年間を通し若手を中心としたチーム戦力の底上げに尽力した。だが、勝利を望む一部ファンからはこの姿勢が評価されず、球団には多くの批判の意見が寄せられた。これに伴い新庄監督の支持率も低迷。観客動員も思うように伸びなかったという。ところが、5月頃からその様相が一変。チームが順位を上げ始めると新庄監督を支持するファンの声が高まると同時に観客動員も急回復したため、球団内でももっと新庄監督を評価すべきという声が急増しているというのだ。人生活しかできない男。打線が異様に強くなったな。見た目も花がある。勝てば冠軍。1年目はあえてピエロになり種をまいた。矢野と立浪という本物を見てしまったからな。采配も悪くないし正直若手羨ましい。もしかして来年更新あり得る？二軍の指導者が転職な気がする。これで清宮も帰ってきたら CS 進出まであるやろ。でも球場がダメだよね。やっぱり札幌ドームに帰るべきでは？マスクしてるとクソイケメンよな。立浪もやってることは同じはずなのに。立浪とどこで差がついたんやろ。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。